京都府立桃山高校のはこの後始まります。はい、おはようございます。今日もですね、桃山高校のは、スタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私は35期のですね、五層と申します。今週の MC を進めさせていただきます。ですね、今日は、内容がですね、かなり盛りだくさんといいますか、またビデオを用意してきたんですが、非常にですね、いろんなお話を伺ってきました。で、ちょうどですね、今オリンピックシーズンということで、皆さんいろんなですね、競技を見てらっしゃると思うのですが、私たちのですね、桃山高校の同期の、女性なんですけども、今日はですね、この方のですね、インタビューをしてきました。で、彼女はですね、桃山高校に大学中にですね、柔道で、全日本の大会でですね、優秀な成績を収められていて、お話を聞いたときはびっくりしたんですけども、そんな彼女のですね、今日ですね、インタビューの動画を流していきたいと思います。ですね、結構長く、撮ってきたので、オープニングですとか、いつもやってるところの部分に関しましては、かなりカットしていきたいというふうに思っております。ぜひですね、今日楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まずスタートの方ですね、いつもの通り効果から始めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。聞いていただいたところで、早速ですね、今日は、ゲストのですね、ご紹介から始めさせていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。よいしょ。はい、すみません。と、今ですね、桃山高校の輪ということで、今日のですね、ゲストのご紹介をさせていただきたいと思います。とですね、今回のゲストなんですけれども、私とですね、同期の、野口智代さんという方になります。この方はですね、今現在、野口治療院というですね、治療院の院長をされていて、それと同時にですね、NPO の活動で保護猫とかね、地域猫とか、そういうようなところのですね、活動をね、活発にされていまして、この間もですね、私ちょっとインタビューの方にお邪魔させていただいたんですけども、可愛らしい猫ちゃんがですね、出迎えてくれまして、ここそういった面でもですね、癒される空間でお仕事をされているというところでございます。で、ここにも書いてありますが、彼女ですね、柔道三段ということなんですけども、柔道ご存知の方はわかると思うんですが、三段っていうのはですね、いないですよね。特に女性ですし。二段までは、実力でですね、大会である程度、功績残して上がっていくっていうのがあるんですが、三段となるとですね、本当になかなかいなくて、これは全国レベルですとか、今ですと、世界大会出てるとか、いうようなところの方しかですね、三段っていうのは、まず取得できない段位でございます。で、彼女はその三段を持っているということで、
まあ、相当な方だと、ここだけでも分かるというふうなところではございます。でですね、これ女子の柔道大会って昔は本当になかったらしくて、で、彼女はここ赤枠してあるんですけども、これ第4回です。これ、全国の女子柔道大会のですね、第4回。第4回の時に、堂々全国3位になっていらっしゃるということで、本当にですね、今の、女子柔道というところがですね、ものが、これだけ発展してきた時の、本当の最初の、ですね、方のですね、レジェンドの一人と、いうふうに言っても過言じゃないというふうに思います。で、このですね、56年、の、第4回に優勝されて、3位に入られてるんですけど、この時はですね、現役の桃高生だったわけですよ。で、その時に、すでに、全日本の3位になってると、いうことで、相当ですね、頑張ってらっしゃったんだな、ということは、ここでわかると思います。この辺のお話もですね、ビデオの方でしっかりと伺ってきてますので、皆さん楽しみにしておいていただければと思います。で、あと現在のご様子ということなんですが、小野口治療院さんのところで写真とかですね、撮らせていただいてきたんですけども、治療院をされている、いわゆるマッサージですとか、そういうところも含めて、あと鍼灸ですかね、いうようなこともやってらっしゃるのと同時に、いろんなですね、漢方の、漢方薬出すわけじゃないんですが、そういったものに効果のあるようなところをお茶にしてくれてですね、そういうところをですね、また僕は推奨されているというそんなお仕事もされていて、非常にですね、リラクゼーションするっていうんですかね、そういうような治療院でした。で、真ん中下にですね、猫ちゃんの写真が載っかってると思うんですが、この猫ちゃんですね、私が野口さんをインタビューしている時に、施術のちょっとベッドにですね、座らせていただいたんですね。これじゃ写真を撮るためだったんですけど、多分私のこと患者さんだと勘違いしたんでしょうね。なんか飛んできまして、猫さんが。で、私の隣にですね、すぐにこうやって横たわるっていうですね、ペットセラピー的なですね、こともね、すごい賢い猫ちゃんで、そんなこともしていただくと、いただけるような空間でございました。で、こと猫クラブって言って、NPO のですね、活動なんかもですね、積極的にされていて、今は、委員と、それから、この、こと猫クラブというところでですね、いわゆるその、猫に対するですね、活動をやってらっしゃると。こんな方でございます。今日はですね、ビデオの方が相当ですね、撮ってきていますので、多分僕の登場場面もですね、この後ほとんどないかと思いますが、ぜひビデオの方を、堪能していただければと思います。はい、じゃあスタジオの方からですね、ビデオの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は高校、同級生でね、で野口さんに今日来てもらってるんですけど、彼女はかなりですね、その柔道の経験といいますか、でかなりその、実績も残されてっていうお話をついこの間同窓会で聞いて、なんだそうだったのっていうことでですね、今日は登場していただくと、いうことになりました。はい、どうぞよろしく、ね、よろしくお願いします。で最初にっていうか、その柔道の話すごく面白かったんで、どういうふうにこう柔道をね、いつ頃からやってきたのかとか、その辺のお話をね、聞きたいなと思ってるんですけど、小学校1年生の時なんですけど、うん、私年子で弟がいて、うん、その弟がやっぱり私が上なので、うん、すごく頼りないかったらしいんです、親から見て。お姉ちゃんお姉ちゃんって言って、うち弁慶だけどお姉ちゃんお姉ちゃんって言って、うん、でそれで父はすごくそれを男の子なのにって懸念していて、うん、何かやらしたいなと思ってた時に、うんうん、自分の上司が、うん、この辺りの方で、うん、ちょうど千本北王子に、はいはい、京都練習会っていう柔道場があって、うん、そこに息子さんを通わされてて、うん、礼儀正しさとか、あとその共同でやるスポーツじゃなくて、うん、己なので、うん、やっぱり根性とか、そのいいんじゃないかっていうふうに勧められて、うん、それで弟を、とにかく弟は嫌おうなしに、うん、年長さんの10月に、うん、無理やり突っ込まれたんですね。5歳ぐらいかな。そうですね。そうね。なるほど。はい、で、それで私は、もう両親は女の子だから、ということで、うんうん、全然
思ってもいなくて、私は陶水会っていうところに、うん、ああ水泳、はい、水泳を行ってたんですよ、はいはい、で家がちょうどね、うん、円町のあたりにもともとそこに本家があって住んでて、うんうん、でそれでまあ電車あの頃は市電で、うん、大使道っていうところから、はい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 、千本北大路まで行って、うん、でそれで母が送って行って私もついて行って、うん、でまあ柔道させてって、うん、でもちょうど3時半から5時ぐらいまでの稽古で、でちょうど母にとったらお食事の夕食の支度とかがあったので、で私は4月生まれですごくしっかりしていたので、なるほど、学年のそうお迎えに、うん、まあ回数券もらって迎えに行ってやってということで、はい、すごい一人で迎えに行ってたんですよ、小学校の時1年生で年長の弟を、うんうん、で電車で行って、うん、で歩いて迎えに行って、そしたら先生方がお姉ちゃんもやらないかとか、うん、で、うん、その時の大先生大先生の娘さん、真由美先生っていうんですけども、うん、今も指導77になられてやられてるんですけど、その先生がその20代のすっごい美人で可愛い先生がやってらしたのを、うんうんうん、当時ね、そう見て、うん、あ、なんか私もやりたいななんて思っていて、でそれで行くたんびに、まあ先生がやらないかって言われて、で母と一緒に行った時もお母さんお姉ちゃんもやらしませんかみたいな感じで、でそれで私は年明けた1月から習い始めたんですよ。でずっと弟と行っていた感じで、はい、へそうだから、で弟もお姉ちゃんが一緒やったら僕ちゃんと行くって言ったので、いやいや行ってたからなるほどねまあそれで習い始めて、うん、その頃ね、まあ先生が女性 大先生と息子さんの若先生っていう先生と、うんうん、で真由美先生っていう娘さんで3人でやられてて、うんうん、で女子はその頃小学生は私だけだったんですけど、うん、中学1年生に、うん、あの1人やられていた先輩がいて、はいはいはい、その方は第1回の女子の大会に産業大学、はい、京都産業大学に進まれて、はいはい、そこの一応柔道部として出られてるんですよ、はい、第1回大会に。なるほど、3位になられてるかな、大学で全国で、はい、その頃やっと私が中2の時にやっと女子の、うん、あの大会ができたんですよ。それまでは男の子としか試合したことなくて、あ、そうか、ずっと男の子と試合してたんです。もう高入った時にまあやらせてもらえなくても、練習は練習会道場で、うん、水曜日だけは休みで、うん、あと毎日練習だったんで、土曜日なんか2部練とかだったので、うん、だから全然勉強してなかったんですけど、そういうことしてながら勉強してないは、うんうん、あの一人でも人生言い訳できるけどでだから、ちょうど校門入った西川に道場あって、うん、その道場のところに行って、うん、柔道部入りたいんですけどって言ったら、うんうんうん、3年生か2年生かの先輩が、うん、いや女子はちょっと、はい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 、っていうことで、はい、で山本先生っていう日本史の先生だったかな、うん、が、うん、多分顧問だったんですけど、女子はって言われて、うん、でマネージャーだったらって言われたんですけど、うん、いや私練習したそうだよね、そりゃそうだよね、うん、でそれでマネージャーだったら最後まで練習できないかもしれないじゃないですか、うんうんうん、道場行かんなんか、うん、だからじゃあもういいですって言って、うん、はい、そんな感じでした。そうやったね、うん、なるほど。でじゃあ中学とかも主題練がなかった、女子、とにかく女子の試合がなかった、なかった、ね、中学2年生で初めて全日本の女子の大会ができたので、うんうん、あの頃は京都でまず大会、うん、そして1位が近畿大会、うん、和歌山、滋賀、大阪、はい、京都、うん、兵庫、うんうんうん、で試合をして、うん、そこの1位が全国大会に出るっていう感じだったんですよ、うんうん、でもうだから十何人ぐらい、10人いるかいないかですよね、多分。あ、その大会しかなくって、うんうん、年に1回、うん、だいたい何月にあったのかな、うん、年に1回しかなかったんですけど、へ、うん、あ、そうなん、それが中学2年の時に初めて来た、
で、その初めての大会で、山口香織さんと、はいはい、本田さんしようっていう、彼女が第1回大会でも見事な勝ち方をして、はいはい、で、それで、もうそれから何連覇かされていて、っていう感じ で、女子のね、もちろんあの世界大会もなかったし、そうだよね、そう、なるほど。で、私が24の時のソウルオリンピックで初めて女子の、オープン競技としてオリンピックができたんです。そうなんです。で、その次の年から本格的にできたって感じ、人口も少なかったし。なるほどね、はい、そうなのね。私は中2の時に、京都の予選でちょうどその時初めて出られた京都産業大学の先輩と一緒だったので、もうあの最初からあかんやけど、もうで、その先輩が、近畿大会も勝たれて、全国大会出られて、2位か3位になられてると思うんですよ。あ、すごいな、はい、へー。で、そういう先輩方の後ろをこう背中を追いながらずっと続けたから。 それで中3の時に、それまでは、56位以下だったんですけど、中3の時も56位以下出てたんですね。で、その時は先輩が62位以下にされたので、だから50、あの時7位以下だったかな、に出て、で、それで一応近畿大会も1位で通過して、初めて全日本の大会に出たんですけど、1回戦で、負けてしまいました。なるほど。いや、まあ、そのさ、あの、てか、その、そこまでまず行ってることがすごいよね。で、その時の相手は、多分企業。企業の？企業の方でした。そうやろうな。なるほどね。まだね、大学も、日体大と東海大ぐらいしかなかった。女子をさせているところが。なるほどね。あと、警察関係もあんまりなくって、企業の NEC。はい。が、結構女子の柔道部を作ってった感じですね。あ、そうなのね。今は結構いろんな、本当にいろんなあるよね。あるんですけど、そうそうそう。そうです。すごいよな。今なんか女子の柔道すごい盛んやもんね。ね、で、高一の時に、体重が落とせなくて、でも大体61にだったんですよ、体重がずっと。はい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 、で、そしたら先輩と当たっちゃうので、もうそれから66以下で出てたんです。え、そうなの。そうだから、高1の時に出た、そう、高 1？ 高 2？ 高1の時に出て、3位になったんですね、全日本でね。そう、その時に2位になったのが神取忍。神取忍、その時にやったってこと？私はやってないんですよ。当たってない。逆ゾーンで。あ、逆ゾーンでね。そう。で、それで、高2の時か。高2の時に、そう、3位になって、そう、その時に神取と。で、それから3位になったので、全日本の強化合宿に招集されていて。だろうね。すごいね。そう、何回かだから、で、ちょうどね、高2の時、あれあったでしょ、あの、修学旅行。修学旅行終わった次の日から、私は強化合宿。合宿みたいな。そう、だから学校高潔さしてもらって。はい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 。まあ、そりゃそうだね。それは高潔にしますって言われて。はい、すごいね。ですね。だから高校の方に3位になったことによって、一応全日本のその強化合宿とかに、まあ招聘するけれどもいいかっていうのを高校の方に言ったらしいんですけど、山本先生はえって感じだったので、夏休みに私に電話がかかってきて、こうなんだけどクラブには入ってないよねって、私は言ってませんって言って、個人の道場なんですけど、一応所属としては学校を書かなければならなかったので、っていうことで、あ、分かった分かったって、じゃあ何かがあった時には高潔っていうことにしますって。先生もな、先生もな、そうそう、そうで、その話を聞いた時に思い出したんよ、俺っていうのは。俺、先生に聞かれて、知ってるかって、女子で全国3位になってるやつがいるよって。ああ、そうなんだ。
ってるかって言われて知りませんかそんな話聞いたこともないわっていうのを、うん、この間の同窓会の時にその話出た時に俺なんか聞いたことあるんだ、聞かれたことあるなと。まさかそれが、それで2学期入った時に一応、うん、ちょっと2学期学校来た時に来てって言われて挨拶行って、うん、で入れてほしいって言った時に入れてもらえなかったんでって言ったら、うん、君かみたいな感じだったんですけど、うん、そりゃそうだよね、うん、他におらんよね考えたらねそうそう、まあ、それでそうだから強化合宿で山口香織ちゃんとは、うん、まあ、同学年だったので、同い年なの、同い年、同い年、同い年、そうなんや、うん、同学年だったので、うん、まあいろいろ話とかもしていて、うん、まあ、京都になんかで視察かなんか来た時にも、うん、私呼ばれて、うんうんうん、そういう話とかもしたりとかして、うんうん、もちろんもう向こうは筑波大行って、うん、もうずっと指導者まっしぐらなので、ね、うん、もう今は全然なんですけど、うん、あとカンドリさんは一回世界選手権だけはソウル五輪の3年前ぐらいから行われていたのでそこに出たんですけど、優勝はできなかったのかな、でもやっぱり自分には商業お金一銭にもならないしっていうことでプロレスに行った。なるほどね、お金にならないからっていうので、プロレス行っても強かったもんな、ましてね国会議員ももうやめてるの。いや、どうやろう、ちょっと、うん、ね、私もちょっと、そうそうそう、そうか、だからその時のプロレス関係やったら逆に言うと高橋が知ってるかもね。ああ、なるほど、うん、だからその時の第一期生ですよね、うん、結構指導者でいらっしゃるかなって感じです、ね、すごいね、でもね、もう私は、うん、京都府警とかにも入る道とかもあったんですけど、でしょうね、ところが身長が156センチ以上なんですよね、うん、あ、そうなんや、うん、私一応152って偽ってたんですけど150しかなくてそういうこと、うん、でそれと、まあ、幼稚園の教員になりたかったこともあって、うんうんうん、もうそれで一応柔道はずっと続けてたけど、うん、その柔道の道っていうのはもう大学も東海大ぐらいしかなかったので、うん、日体大と、うんうんうん、でも行かずに、うん、聖母の短大の幼児教育科に行ったんですけど、で道場はまだ通ってた、道場は通ってて、うん、短大1回生の時も、うん、全日本の、うん、大会に、うん、近畿代表で出て、それを最後に、あ、そうなんですか、うん、2回生からはあれもあったんで実習とかが入ってきて、うんうんうん、あと全くやってなかったピアノのお稽古もしないといけなかったので、そうです、それでもうそれで一旦辞めたんですね、はい、うん、すごいな、でも弟が、うん、あ、そう、弟さんの初めての弟さんはどうやったん結局弟は、うん、中学も、うん、桃中にクラブがなかったので、あ、そうだ、ね、でも担任の先生がついてきてくださって、うん、3年生の時だけ試合に出れたんですね、うん、で、まあ、でもちっちゃかったので、うん、同じように背も低いし、うん、で高校は京都商業に柔道で行って、うんうん、でそれで軽量級でインターハイ3位になってるんですよ、インターハイ、インターハイ3位になってるんですね、すごいね、でそれで三大へ行って、あ、京都三大行ってね、はい、で一応タイトル結構取っていて、うん、まあ、学生はずっと取ってて、うん、であと全世界ジュニアの金メダル取ってるんですよ、うん、21歳のお姉ちゃん、お姉ちゃん言ってた弟が、はいはい、すごい、ね、もう今なんて私はすごいな、出て、うん、で一応バルセロナオリンピック の、うん、指定選手2名に選ばれて、うん、で一旦京都国体の時に教員をやったんですけど、うん、1年で辞めて、うん、柔道にスポンサーついてもらって専念して、うんうん、でもうあれですね、最後の予選の前の日に肩峰突起を骨折して、もうそれでぐるぐる巻きの、もう痛み止めで出たけどやっぱりダメだって、うん、で腰のっていう彼が結局バルセロナで出て3位になってるんですね、うん、強烈な血筋じゃない、いや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 、すごいよ、でもでもだからそれで弟は、うん、全日本も取ってるんですけど、うん、一
ったんじゃいかの方から、うん、はい、あのマダガスカル、はい、に2年間教えに行って、うん、でそれで帰ってくる時に、うん、小松の女子柔道部のコーチとして招聘してもらって、うんうんうん、いつぐらい、それは谷本あゆみちゃんが、うんうん、メダル取った時2回とも、うん、一応小松の中では専属コーチ で、うん、はい、ですね、うん、そうなのか、そうそう、で、まあ、今はもう、うん、あの柔道部の方からは手を引いて、うん、千葉の県柔連の方のいろいろはやってるみたいですね、うんうん、あの審判とかも言われてやったりとかして、僕ね、子供が娘が、はいはい、あのそんな強くはないんですけど、うん、柔道してたんですよ、はいはい、なのでそういうのもあって、57でやったら大変やったろうなと思ったけど、うん、その頃は本当に今から40年前だから、まあ、そうやね、ちょっと違ったよね、はい、うん、まあ、背は低かったけど、うんうんうん、そんなに、なるほど、はいはい、だから向こうの方人たちの方がやりにくかったと思う、私に、あ、逆にね、うん、背低いのにガッてこう持たれちゃうから、うん、あ、そうやな、うん、だから結構大外とか払い腰とかで飛ばしてた感じですよね、うん、で最後66になった時に背負い投げとか潜り込んでの、うん、外とか大内とかを結構練習したけれども、はいはいはい、うん、へえ、あ、そうなんや、あのね、小学校の時は4月生まれも手伝って、小学校 5,6 年までは小さくなかったんですよ、同級生と比べてね、なるほどね、なるほど、あ、そういうことか、はい、でもやっぱり血筋が小さかったっていうことで中学で伸びなかった、うん、いやいや、でもそれはそれでほら、うん、結局でもそれも強みになったわけじゃないから、後でさ、はい、どうもありがとうございました。野口さんインタビューどうもすいません、なかなか撮らせていただきまして、前半戦のところはですね、まあ、柔道のお話ということで、伺ってきました。で、皆さんですね、聞いていただいてた、まあ、見ていただいててお分かりになったかと思うのですが、ね、始めた頃はね、まあ、女子の大会すらないっていうような状況だったと、まあ、いうことで、まあ、まあ、それからですね、こうずっと続けて、いらっしゃったと。で、まあ、徐々にですね、認められ、柔道の大会が、女子の大会も開かれ、まあ、そこに今度チャレンジをしていき、で、優秀な成績を収め、まあ、盛り上げて、っていうことがあったからこそ、今のオリンピックで、女子柔道を応援できるんですよ、っていうのを今日はですね、お伝えしたかった。やっぱり本当にこういう、なんていうんですかね、方が頑張ってやってたから、まあ、今、みんなが楽しめてるっていうのをですね、実感していただきたいなっていうところもありまして、こんなお話を聞いていただきました。で、また後半戦もですねあるんですけれども、ここで野口さん高校時代の、まあ、1曲と、まあ、いうことで、選んでいただいた曲をですねかけさせていただきたいと思います。ここで懐かしいな、田原俊彦さんですね、ハッとしてグッド、よろしくお願いします。僕は今爽やかな君だけ
てたのさ。それではですね、後半戦に行きたいと思います。後半はですね、今現在、やっていらっしゃる、まあ、お仕事ですとか、あとまあ、先ほどからちょっとお話ししてます、まあ、猫ちゃんの方のですね、活動と、まあ、いう現在の、まあ、お話をですね、させて、聞いていきましたので、まあ、そちらの方をですね、皆さんに、聞いていただけたらと思います。まあ、治療院もされているということですので、まあ、皆さんですね、やっぱりもう、まあ、僕らもそうですけど、腰が痛いだ、肩が上がらないだ、首が痛いだ、いろいろな方がいらっしゃると思いますので、ぜひですね、ご覧になっていただけたらですね、文校の卒業生もございますので、野口さんのところにですね、ちょっとご相談していただければと思います。では後半のビデオよろしくお願いいたします。で、柔道はそこまで、まあ、大学のそこまでやって、はい、やって、でそれから、うん、まあ、幼稚園の先生をしていました、で、まあ、弟がやってたこともあって、うん、見たりとか試合とかには行ってました、うん、でも道場にはもう顔は出さなくて、うん、でその後ちょっと家がごっちゃごっちゃをしたので、母が病気になったので、実は母宝船っていうケーキ屋をやっていて、父はサラリーマンだったんですけど、でそれで店を手伝わんなんことで幼稚園教員辞めたんですね。でそこで母がまあちょっと亡くなってしまって、もともと宝船なんてやるつもりがないのでもう辞めてしまって、でそれで今母の病気のこととかもいろんな疑問点もあったので、鍼灸、アンママッサージ、東洋医学の道に入るのに、はい、学校に入り直したんですよ。そっからなんや。俺柔道流れでそっち行ったんかと思う。そっからなんです。そうじゃないのよ。だから柔道だったら友達とかこの辺にもみんな後輩とかも、中世の先生やってるんだけど、なんか東洋医学、病気を治したいというところで鍼灸、アンママッサージに入ったんですね。そうなんだ、ね、でそこ入った時に、まあ、道場に顔を出して先生もよかったら手伝ってって言われて、で、指導者登録と鍼灸、C 級審判員とのあれを研修受けて取って、で、しばらくは、京都市のくちびっこ中学3年生までの試合とかは全部審判とかをしてたの。ですけど、何年前からかな、仕事の方がすごく忙しくなっちゃったんで、まあいいことやそれは、行けなくなってしまったんですけど、すごいな、そういう人生あんねんな。そうで結局結婚せずにここまでやってます。ああ、まあね、まあ人生いろいろね、そうそうそう、全然楽しいんで、選びいろんな選び方があるからね。で、ね、まあ父が亡くなったこともあり、ちょっとまあ家も古かったし、でまあ借家だったこともあるので、いろいろ整理をして、まあ弟はもう向こうに家を借りて、でまあ弟も手伝ってくれてこっちに引っ越してきた。ここは借り、お友達の持ち家で、リノベーションも全部していただけて借りることができた。そうね、いやだってもう綺麗なお家ね、あれやったあれやったんで、いや家建てたんやって、だからめっちゃ感謝でね、なんか人には恵まれてここまで来てます。そうね、関係者もみんなで、ここに引っ越したことで、道場の後輩のお母さんたちが私と変わんないんでしょ。あ、そうだね、みんな来てくださったり、なんかちょっとお年寄りの方を紹介してくださったりで、新規の患者さんもまた増えて、もう本当に人間関係感謝です。すごいね。じゃあもうね、そちらの今の仕事の方も順調で、ね、そうですね。あと友達も結構、向こうの友達も来てくれてて、はいはい、あ、そうなの、はいはい、高一からずっと仲良かった友達もみんな治療来てくれたり、ご両親を、まあ、あ、そういうことか、行かしてもらって結構看取りの時までさせてもらったりとか、なんか本当友達に感謝感謝。いや、そう、はい、その辺そこはちゃんと流しとくね。はい、諦めないで。そう、もうこういう話ね、流しとくね、ちゃんと。はい、そうなんや。へえ。だからまた
だちょっと、うん、だから幼稚園とかのちっちゃい子なんかの、うん、まあ練習させるのは先生にもさすがに上手やなって言われているので、うん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 、まだちょっと顔出してって言われてるから、うん、まあ、自分の健康のためにもまあまあそれね、うん、なんかね体を動かしておくのもねいいことやし、まあでも全然健康そうやけどな。めっちゃ健康。そうやろな。どこも悪くなさそうやもんね。コロナにもかかんなかったし。あ、そうなの。そう。で、コロナの時も患者さんとかも、うん、もうちょっと先生だけは来てくださいって言われたんで、もう全身消毒して入るみたいな形でやらせてもらってたりとか。あ、そう。うん、結構入れてもらえてたりしたので、そんなにガタって、老人ホームとかちょっとダメになっちゃって。あ、もちろんそうやな。うん。うん、ガタッと落ちることもなく、うんうん、これでもまた感謝なんですけど。そっか、なるほどね。やっぱそんだけ慕われてるってことやね、信用されてるってことやから。ねえ、うん、だったら嬉しいんですけど。いや、でもまあそういうことでしょう。そういうことにしといてください。いや、そういうことです。そうか、本当に。なんか、うまいこと いかんかったとき、先ほどの、ね、お母さんのお店のお話とか、うね、はい、ちょっとしんどいこともね、そうなんあったみたいなんやけど、まあ、母が、うん、前とか、ちょっと、うん、その母が人にお金を貸してしまったことで、うん、一軒家を取られてしまったりとか、本当にいろいろあって、うん、まあ、そこなんか飛ばしてたから、なんかまた思ったんだけど、まあ飛ばしておいてもらって、うん、あそこはちょっと聞いとこうね、うん、そういうことね、うん、だから、うん、まあまあね、そう、それが27、うん、の幼稚園7年目で、うん、もう学年主任とかもしていて、うん、もう結婚しても定年までやろうって思っていた矢先だったので、でも辞めて家の方を手伝わないとどうすることもできない、うん、お店がチェーン店だから、うん、急に辞めることできないじゃないですか、うん、いろんな契約があって、うんうん、そんなこんなで、うん、で父も会社辞めてしまうと収入源なくなっちゃうから、うん、定年まで頑張ってやってくれてって感じで、うんうん、だからそうか、フランチャイズとか任されて自分で経営してはったって、そう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 、で駅前でやってて結構、うん、あのまあ流行っていたので、うん、まあ、まあ、それでお金を貸してもらえるっていう ね、 なるね、日々のねあれはあるから、そうやな、うん、そうか、そうそうそう、人が良くてね、いやでも大変やったな、そういう時はな、それはもうだから27の時だったんで、うん、ちょうど弟がバルセロナの強化選手になってる時で、はい、とにかくあんたは柔道やりっていうことで、うん、でも私とにかく幼稚園辞めて手伝うわっていう感じだったんで、うん、な、弟言ったことが、お姉ちゃんしばらく結婚できひんでもいいのって言ったんです。いや別に会いてもいいからいいですって。そこなるべく触れんようにしようと思ったんだけど、別にいいです。今いい感じになってよかったね、でもね、ね、まあちょっといろいろと大変、まあまあ途中 ね、 ね、うん、でもあれやな、そのやっぱ続けてた柔道はいろんなあれやね、なんでしょう、広げたな、人をな、そうとそうこう本当、ね、で柔道してたおかげで話の幅もあって、うん、でスポーツ好きなんで、うん、野球とか一応そのオリンピック種目に含まれていることに関しては全て、うんうん、まあ、ルール把握できているので、ああ、はいはい、男の患者さんなんかとも話ができる、うん、結構だからスポーツのこととかも分かっているので、うん、あと、まあ、子供ちゃんたちも、うん、あの立命館宇治のアメフト部の子とかも見させてもらってたし、まあ、お母さんが患者さんで、うん、子供もいいですかって感じで、うん、だからちょっと子供さんたちをちょっと安くして見させてもらってたりとか、うん、そんな感じで結構クラブの子とかも見させてもらったり、へ、はい、こっちもね、やっぱり勉強になるし、おー、うん、まあそんだけね、真剣にやスポーツやってたから、うん、真剣にスポーツやってる患者さんの気持ちもわかるよね、わかるよね、そうそうそう、あー、なるほどな、うん、大活躍やな、いい、なんか、まあまあ、いや今日面白い話いっぱい聞けてよかった。一人でやってるから、うんうん、あの、そうか、それが何もかも全部やらなあかん、ね、やらなあかんけど、でも別に、そうそう、だから、うん、あの例えば日曜日でも、うん、いいですかって言われたら全然いいですよって言って、うん、今日もだから2時半まで患者さんやったし、うん、って感じで、うん、まあ、患者さんのスタイルがあるじゃないですか、仕事とか、まあ、あるよね、だからやっぱり合わせてあげた方がいいかなっていう感じで、うんうんうん、そうか、なるほど、すごいな、
ちなみにさ、ここのさ、いい、これ、はいはい、ここ、ほら、今なんていうの、はい、漢方、漢方とかいっぱいあるやん、はい、あとこうやって、まあ、こういう、ハーブとかがこっちにあるんですけど、はい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 、一応、鍼灸師とアロマッサージ師、厚師だけでは、うん、なかなか難しいので、うん、あの本来、うん、中医学と、うん、あと韓国の漢医学は、うん、アマママッサージと、うん、それから鍼灸と、うん、漢方服薬、うん、投薬の方で一つの東洋医学なんですよね。あ、そうなの、ね、でも日本は免許が針、灸、アマママッサージ、指圧、うん、で薬剤師って分けられているので、うん、なかなか一つでやることが難しい、うんうん、でやっぱりそう思ったらちょっとこう漢方薬じゃなくって漢方茶として患者さんに飲んでいただけたら、うん、あ、そうか、薬出さないんで。そうなんです。なるほど。で、陶器とかも葉っぱだったら使えるんですけど、うん、この根っこは薬事法でダメなんですね、うん、あ、そういうのがあるのね。なるほど。でも、うん、こう私が普通にお茶として飲む分にはよくって、うん、でお茶飲むっていう、こうお金全然取らなかった。お茶として飲んでもらう分にはって、でお茶として、うん、あの他に陶器の葉っぱとか、はい、大丈夫な分に関しては、うん、配合、こういうお茶を作ってほしいって言われたら配合してできる、そのティーセラピーっていう免許を取ったんですよ。で今あの一人ずっと飲み続けてくださってる方がいて、であとハーブはハーバリストとアロマセラピストもちょっと、まあ、全部民間ですけど、うん、取って、うん、一応ハーブティーなんかは自分で配合して、うん、いろんなイベントとかで、うん、あのオリジナルハーブティーとして売ったりとかもしてるんですけど、うん、なんかいっぱい頑張ってんな。いろんなイベントというのはあの私猫の保護活動をやっている。え、何の活動？猫の保護活動。猫の保護活動。そうそう、やっていて、でその資金集めとかにいろんな、うん、あの手作り市とかに出るんですけど、うん、その時にちょっとやったりとか、あとあの猫の犬猫もあるんですよ、ね、なるほどね。あの獣医じゃないので、うん、お金は取れないんですよね、うん、え、何それ、ね、猫の針ちょっと猫の角ちょっと、ね、それ面白、そんな初めて見た。そうそう、筋肉的には人間とそう変わんないんで、うん、内臓も。いや、にしてもすごいなぁ。初めてその猫の壺って見たわ。面白いでしょ。面白いわ。毎年子猫が保護された方に委ねられて、うん、とか一緒に保護を手伝いしたりして、だいたい毎年子猫がいて、で譲渡会で全部つなげて、うん、今までつなげた、14匹ぐらいつなげたんですけど。すごっ。で、今うちには4匹います。いや、そうなんだ。そうなんだ。そう。なんかね、そんなことばっかりやってます。いや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 、でも面白かった。なんかすごい面白い話いっぱい聞けたんで。ね、ちょっと日本の東洋医学って本当に、まあ、法律的にやっぱりお医者さん重視になっちゃうので、うん、いろいろ明治の時もいろんなことから、うん、だからちょっと難しいんだけど、うん、そうやって、まあ、体にいいこと、うんうんうん、とかをおすすめしたり、そう、ね、そう、だからこういう漢方薬いいですよって言ったら、うん、まあ薬局に行って処方してもらわれたらいいし、はい、ってところでね、はい、そんな感じです。なるほどね。まあでもそのね、コロナでもかからなかったって言ってるし、まあ普段からね気をつけてるんやろなと。まあ、ね、うん、まあ、この間も来てたけど、ほら松下とかに行ったら、あいつ、あい、まあ前の放送でも彼言ってるんやけど、うん、あいつかかった時やばかったよ。うん、で、それも後から話聞いたら、結構やばいとこまで行っちゃってたって言ってたから、うん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 、で、まあまあ、ね、それ以上行かなくてよかったね。本当、ね、うん、本当、亡くなってらっしゃる方もいらっしゃるし、ね、そうだよね、うん、うん、ね、副作用も結構、ね、ある副作用というか、あ、そうね、うん、後遺症が残っちゃったりね、あるみたいなんで、うん、なんか後遺症の子も咳がなかなか止まらない子とかも、うん、一応針とか しに来てた子もいたし、はいはいはい、うん、ね、いろいろやね、だからまあまた今もなんか流行ってるみたいだけど ね、そうね、ちょっとね気をつけなきゃなとは思うけど、うんうん、まあ
なんだろう、前みたいにほらもうあの毒性が強くてほらあのパタパタ死んじゃうっていうわけではないので、ではないからね、とにかくまあ気をつければっていうところで、ね、うん、はい、あと免疫力やっぱりつけとかないと、そういうことだよね、疲れてる人はやっぱりなるよなって、ああ、うん、そうね、感じが、気をつけようと、はい、ありがとうございました。いやいやいや、そっか、面白かった。はい、どうも、今日はですね、たくさんのですねお話をこう聞かせていただきました。今日ですね、私あのスタジオにいなくて、外からちょっと MC させていただいてるんですが、なんとなくこうレスポンスが変だとかですね、今日なんかおかしいぞみたいなところが多々あったかと思いますが、お詫びさせていただきます。で、あの、この後ですね、もう少しちょっとまあ最後エンディングの時間がありますので、ちょっとあのお知らせをですねさせていただければというふうに思います。ですね、今度、10月に、桃山高校のですね東京の同窓会というのがあります。その辺のところをですねちょっとご案内を、させていただければというふうに思います。今あの、映ってるかと思うんですけれども、ですね2019年から5年ぶりの同窓会になります。今回ですね、場所、まあ、変わらずですね明治記念館で、行うんですけれども、10月の12日の土曜日、ですね、お昼から立てていただきますので、ぜひですね、多くの方に、ご参加いただければと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。これあの実はあのこちらのが5年ぶりということで、まあ、今ご案内させてもらってるんですけども、この同窓会がコロナの関係でですね開催できなくなった。ただあの、桃山同窓会のですね桃子同窓会のつながりを持っておきたいということが発端で、実はこの放送が始まっているというところもありまして、今回はですね、まあ、リアルな今度同窓会の開催という形になりますので、ぜひ皆さんお越しいただければというふうに思っております。はい、あとあの桃山高校のですね、あ、これはあれかな、募集要項かな、はい、あの出しておりますので、こちらの方をご参考いただいて、お申し込みいただければというふうにあのでおります。あとあの桃山高校のホームページにですね、まあ、いろんなイベントがこう乗っかって、また来ております。例えばあのゴルフコンペのですね、お誘いですとか、まあ、そういったようなものもですね、同窓会の方々の中でですねこうやってあの、有志で集まってですね皆さんにお声かけてっていうことは、私前もあの何でしたっけね、伏見の散策でしたっけ、まあ、そういうようなものもありますよってご案内させていただいたんですが、まあ、今回もですねこういったような企画出ておりますので、またあの、ご参加の方ですね、考えていただければと、思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。はい、ということで、今回ですね、もうお時間の方もですねそろそろ迫ってきたということなんですけれども、今ちょっと出ておりましたが、YouTube の、再生回数ですね、8731回ということで、これ昨日までですかね、のところで、上がらせていただいておりますが、今回の、放送ですね、今回の放送は2週間後にまた、YouTube の方にアップされますので、ぜひですねまた YouTube の方でもご覧いただきたいですし、まあ、今日生放送を見ていただいた方にはですね、こんな話があったよと、今オリンピックので盛り上がってるさなか非常にあの面白い方が桃高の卒業生にいらっしゃったんだよみたいなことでですね、広げていただければというふうに思います。はい、でそろそろですね、本当にあの終了の時間になってしまいまして、普段ですともう少し私がですねつないでお話をするですとかいうことご案内するですとかいうことが あるんですけれども、今回はですね、まあ、ビデオの方でですね、面白いお話がたくさんありましたので、そちらを中心にお届けをさせていただきました。またあの来月もですね、第2土曜日の10時から桃山高校のは放送いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは放送の方はこちらで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。